お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらのババコヤシェンエイ対ラムデッキね、紹介していきたいなと思います。というわけでババコヤですね、今の環境でババコヤマジでいないんですよ。ゼロですね。ぶっちゃけゼロだったのに、このババコヤデッキが一つね、ポツンと生まれました。でこう、まあ、巨大スケルトンが下放されてね、使われてなくなったり、まあ、ババコヤがいないと、まあ、言ったところで結構ね、大型環境とすごい言われてたんですよ。今、ゴーレだったり、エレジアイだったり、そういったカードがね、すごい強い。まあ、強いんですよ、今もね。まあ、で、僕もね、ずっとババコヤ強いよなと思ってたんですけど、全然使われてなくて、まあ、そういったところで、このね、ババコヤラムデッキというものが生まれました。で、だ前までね、なんかババコヤスケドラ、なんかこんな感じの新鋭隊ロイフグみたいな、そう、ロイフグの方もあったんですよ。で、まあ、現環境はね、マザーネクロが強いと言ったところで、なんかババコヤ新鋭隊のロイフグではなく、ラムライダー型がね、はい、生まれました。まあ、ラムだと、まあ、対空がね、マザーネクトスケドラしかないので、まあ、バルーンとかをね、カバーすることができる。まあ、そんな感じかな。あとは、まあ、ラムは、防衛ラムが強いんですよ。そう、守りのね、ラムが強いので、防衛ラムがあれば、よりね、まあ、ゴーレとか、ラボとか、ホグとかでもね、はい、強くなりますよと、まあ、言ったデッキでございます。さあ、で、新兵隊もあるので、陸はね、めちゃくちゃ豊富なんですよね。よいしょ。そう、いや、これはやばい。俺らのタイミングが、相手のこの、スケラ打つタイミングがちょっとエッチですね。ババコヤ置いた瞬間なので、僕のコストがなくて、いい感じにね、刺さってしまいましたが、迫撃スケラですね、今回の相手は。で、5だったかな、なんか飛んできてたような気がしないこともないけど、ちょっと僕の記憶が曖昧すぎてちょっと分かってないんですが、迫撃スキラ。で、スキラに対してはマザーネクロがあって、ないと、また珍しいですよね。まあまあまあ、これも新兵隊でいいんじゃないですか。新兵隊でエルスピもいるんだな、スキラに。ね、近畿動したら、僕の勝ち確になるんですが、まあ、とりあえず新兵隊プラスの、まあ、スケドラとかできるとより強いですね。新兵隊スケドラステパステパで、まあ、あとはなんかしてくれるよね、みたいな。そんな感じかな。さあ、ファイブをちょっと打ちたい気もしますが、一回これぐらいでね、ステイします。相手のデッキの中身がちょっとわかんないんですよね。さあ、で、マザネクもいるので、まあ、スケラ打たれても大丈夫でしょう。で、インドラが結構無双されてしまいますね。さあ、ここはスケラ打ってくる。で、マザネクでもしファイブ来たら、このスケドラがね、無双する。お、ババが、オッケーオッケー。で、これスケドラが、あ、もうちょっと頑張ってほしいな。残ってるところでラム追加で、あれね、ファイブを打てればいいんですが、防衛迫撃も来ますね。いや、いい、めっちゃいいファイブ。で、タルババないとか。よしよし。いや、このスケドラがね、一生いきますね。相手がファイブを使うと。オッケーオッケー。マザネクとスケドラで、まあ、こんな感じでね、ファイブ枯渇ができますよと。で、相手の防衛がうまいですね。今の、綺麗に抑えられたらちょっと嫌ですが、まあ、スケラファイブですね。スケラファイブですが、まあまあ、マザネクに5打ったら今みたいにスケドラ無双が入るので。よし、さあ後ろから行きましょうか。で、まあ今回僕の、ユニットにインドラがそこまで刺さんないので、まあそこはちょっとありがたいかな。インドラが腐ってますね、相手の。まあ言うてですけどね。めっちゃ腐ってるっていうほどでもないんですけど。ちょっと腐ってはいる。で、ザッピーには5ですね。で、なんなら迫撃も一緒に壊せる。で、これ新鋭隊ザッピーみたいなしとくだけで、ザッピーじゃねえ、スケドラですね。一区だけで相手はきついので、まあ、それを繰り返せば、いけるんじゃないでしょうか。いやー、で、これはちょっと、鬼の許容します。あんまり、許容になってるかわかんないんですが。よし。さあ、で、ファイブをちょっと巻き込みにくい位置ら辺にね、出していく。で、これはね、多分、ラムを出しても、防衛されそうなので、端前深淵隊でね、圧かけます。で、スケドラセッパー。いや、これ結構きついと思うんだよな。今、ファイブを使ったから相手。で、まあ、ママは出したいんですけど、一旦ここはね、きつそうだからラム。オッケーオッケー、いい。真ん中スケドラがね、いい味出してて、相手は防衛迫撃とか起きにくいんですよね。さあ、決まっていく。というね、まあなんか、どれかはいけるよねっていう。まあ、小屋システムですね。小屋置いて、ユニットね、離しておけば、スケドラ、マザネク、ババコヤ、どこかは絶対生きてくるよと。言ったね、ババコヤデッキですね。大型機体ですね。ゴレとかラバとか、ラバはまあ、まあまあまあ、言うって勝てないことはなさそう。ババコヤはそんな活躍しないですが、ラムとスケドラマザネクあるので、で、ヒースピタルでまた対空が回るんでね。まあ基本的には、ババコヤ置いて、新兵隊、スケドラ、
で、まあラムで攻めるみたいな、そんな感じかな。さあこれはなんとも微妙な受けになってしまうな。ベビードラがね、スケドラに強いんですよね。さあトリトンですね。ベビードラトリトン、いやーちょっと見ないですよね。ベビードラプラスのトリトン、ライトニングということはゴレ、いやゴレぐらいしか考えられないんだけど、違うんだよな、マスケなんですよね。なんだ、いやマジで相手の意見ちょっと分かんないですね。さあなんでしょうか。とりあえず、まあ、ラムぐらい咲くと、ここで相手の結構重要なカードがね、わかりますよね。ヒースピでちょっと回復させちゃおう。マスケヒースピ、スケ、ロイジャイかな、もしかしたらなんですけど、なんかエレキとか、まあ、ハンター型とかで使われていたロイジャイの可能性はないことはない。で、結構ね、暇なんで親衛隊から行っちゃおうかな。まあ、ババコヤ一生置いとけば、絶対陸のね、攻めを通されることはないんですけど、いや結構エリアド取ってますね。エリアド取ってる。さあスケドラセパですね。これするだけで強いです。で相手のユニットにね積極的にファイアボトク打って、よし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 、いけ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 、あとは祈る。ロイライトだな、今全然見ないですけど、全く見ないロイライトで、まあ、ライトだったっすよね。ライトだったので、まあ、ババコヤが強いですね。ババコヤが強くて、スケドラも強いですね。まあ、マザーネクロはなんか美味しくいかれちゃいそうなんですけど、まあ、スケドラとババコヤが強いから、多分勝てそう。新兵隊スケドラ組んじゃうだけで、相手から、おう、え？え？相手、エレジャイスライ。しかも、マスケ型？いや、マスケトリトン型のエレジャイは、初めて見ますね。でスケドラ強いんですけど、相手のあれが厄介なんですよね、ベビドラ。よしよしよし。さあ、これちょっと、あそこやりたかったんやけどな。延命されるよな。ファイブ打っちゃうかな。さあ、まあまあ、ババコヤが強えな。よし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 。で、マザネクは、このね、エレジャインに近いと、カウンター攻撃、カウンターシステムでやられちゃうので、ちょっと話しておいて、オッケーオッケーオッケー。いや、ババコヤがマジで強い。で、これ、端前親衛隊説あるよな。どうだろう、相手が後ろからユニット出してくるかな。これでね、端前親衛隊行って、さあ、綺麗にカウンターの形が。で、まあ、ラム、なんか飛ばしとくだけで相手きついんじゃねっていうね。なのに、ヒースピとかも添えてあげて、オッケーオッケー。ここでエレジャイとかせますからね。お、滝がいい。滝がいい。いや、親衛隊がいい。親衛隊がいい。ラムがめっちゃいる。ラムがめっちゃいる。ラムがめっちゃいる。で、ここ、もしかしたらもう一回エレジャイ来るかもしれないんで、まあ、ババコアのコスト貯めつつ、いや、来んのかい。あー、なるほどね。ユニットで攻めてくる。さあ、これは相手が今、ライトニング使いました。で、ライトニングとか、まあ、ファイアボールでも何でもなんですけど、ステラを打った瞬間が、基本的にはチャンスになります。相手がね、コストを使ってるタイミングなので、よしよしよし。で、こんな感じで攻めてあげると、いや、ナイス。いや、これですよ。マジ、エレジャイ幻覚鏡もめちゃくちゃ強いんですけど、そのエレジャイにね、ババコヤが強いんですよね。置いとくだけで多分、基本的には突破されない。そう。まあ、だからこれいいですね。深淵隊もあることによって、後ろもね、止められますので、いや、ババコヤデッキ僕大好きなんですよ。そう、一時期ババコヤロイジャイ、ババコヤスケラ、ババコヤロイフグ、ババコヤバルーンみたいな感じで、一生ババコヤ使ってる時期があったんですよね。そう、ババコヤ大好きなので、ちょっと流行ってくれるか分かんないですけど、流行るとね、嬉しいっすよね、普通に。よし、さあ、端前プリンといえばもうコカッちゃんでしょう。で、コカッちゃんはね、基本的にプリンセスがいないと、このね、親衛隊がきついんですよね。オッケー、ああ、ママが前行っちゃった。いや、これ残ってたらマジ全部舞台になってたんで、熱かったっすね。ああ、プリンスか。アウトローバレルのコカッですね。ちょっとめんどくさいっすよね、ちょっとだけ。さすがにこれプリンスは入らないと思うけど、うん。さあ、というわけで、親衛隊って、後ろから貯められるユニットがきついんですよ。例えば、プリンセス、ロケット奉仕、まあ、ウィザードとかネクロとか、そういった相手陣地で受けられるカードに弱いんですけど、今回相手がね、プリンとフキアがいるんですよ。どっちかはファイアボールで処理できるんですけど、どっちかが残っちゃうので、まあ、それがね、厄介かなっていうのはありますね。さあ、まあ、なんとなくババコヤで受けていきます。うん。いや、これ、うちのユニットならいけるんじゃね？え？なんで？スケドラ入ってんだけど。待って待って。
なんかスケドラ入ってるな。で、これ相手結構でもコストを使ってくれてるんですよね。そうそうそう。え、だからカウンターチャンスではあるんですよね。アウトローとかいいのかな、何がいるのかにもよるんですけど、ここ。スケドラだったかな、だったから普通にこれがきつい。オッケーオッケー。いや、いい。ウッドが来る前に飛べ。ナイス。あ、これ、グッドゲーム。オッケーオッケー。相手がね、8枚プリンスまではいい延命だったんですけど、あのスケドラはね、間違いなくやりすぎですね。あれでコストだって合計9コスト使ってるんで、普通にね、この攻めがもう守れなくて、あんなら終わりそうっすね。あ、まあまあまあ、プリンス、おい、待って、プリンス抜きがね、ちょっと待って、もうちょっと、ラム、もうちょっと時間稼いで、もうちょっとだけ、ナイス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 、危ねえ、てか今回相手ゴブリンボレル入ってったっけ、入ってたな。よしよしよし。いや、危ないですね。プリンス系が意外と僕、きついことが分かりましたね。なんか、コストがあればいいんですけど、コストがない時のプリンスがね、地味にしんどいですが、まあまあまあ。さあ、これも強い。お、メガナイトいたんだ。わあ、これ、ババコヤでいっか。僕はタルババさえ持っとけば、基本的にやっぱ突破されないので、相手のスケドラにはね、5打てるしっていう。よしよしよし。さあ、ここでしっかり処理して、いや、相手の吹き矢が強っ。無双位置にいますね。まあ、ヒースピなんとなく添えてあげて、お、待って、吹き矢やばくね待って。で、これ本当はね、結構ラム防衛も強かったりするんですよね。だからプリンス系のカバーは結構そこなんですけど、いや、今回普通にラムが頑張ってるな。マジ。いや、ラム頑張りすぎやろ。いやー、強えな。なんか単体プリンスだったら、プリンスが橋渡ってくる頃に、この辺にね、真ん中より一個内側とかにね、ラムライダー出してあげると、それだけでね、プリンスのダメージ受けずに、相手のプリンスとかを、こう、なんて言うんだろうね、相手陣地に戻して時間稼いだりね、防衛しつつ僕のラムライダーも通るので、あなたはそのラムをね絶対防衛する、コストも出さないといけないですし時間も稼げるね、まあ、防衛ラムのね強さもね出せます。まあプリンスだけではなくミニペッカとか、まあ、バルキリーとか、まあ、単体系ですね、複数いるとドイツに攻撃するのか分かんないので、まあ、単体系ユニットに、ちょっと陸系ねえやっていう時とかは、まあ、プリンスとクプリバルキリー、まあその他何でも、はい、ラムライダーでね防衛できます。ラムはマジ防衛ラムが強いですよね。結局。そう。だからラムライダーの攻撃自体がめちゃくちゃ強いっていうイメージじゃないじゃないですか。なんか防衛でバルーン止めるよとか、なんかデッキに入れるときとか使うときとかも結構防衛で考えることが多いと思うんですよね、個人的に。さあ、今回はザップ、まあ、スパーキーとか、ペッカバルーンとかラバルとかかな。いや、まあわかんないので、一旦小屋置いちゃおうかな。さあ、これで何が来るか。スパーキーでしたね。まあ外れっちゃ外れですけど、まあ言うてそんなか。親衛隊があるので、スパーキーって親衛隊がきついんですよ。そう、だから後ろからユニット出して、罠を仕掛けるイメージですね。小屋、低めユニットで、相手がね、陣地に入ってきたところを親衛隊でガブッとね、挟んでいく。挟み込むような、そんなイメージでね、やると意外とね、ボコボコにできますよね。オッケーオッケー。しかもスパーキーこれ1体にしか打ってね。オッケーオッケー。いや、これもう終わりっすね。で、しかも多分ねレイジ系なんですよね、マジで。これ結構運に任しちゃうんですけど、基本的にねスパーキーで5はあんまないんですよ。これ絶対レイジザップなんですよね。だからもうこれでワンパンス。いや、多すぎやろマジ。いや、こんな多いことあんまないっすよ。これ絶対止まんないっすよ、だってね。あやばいっすよね。というね、マジで罠を仕掛けるっていうイメージで使ってもらえたらいいかなと思います。ババコヤ、低めユニット、ガブッとね。はい、まあ、そんな感じで、このババコヤ、親衛隊ね。いや、めっちゃ強いね。2個目の相手の枯渇デッキもすげえ強そうなんですけど、ね。ちょっと1戦、めちゃくちゃ早く終わっちゃったからな。もう1戦いっちゃいます。よろしく。まあ、そんな感じで、できるだけね、親衛隊はケツからは出したくないですね。前でのデッキにもよるんですけど、相手にこう、低めで、上手い人にはね、受けられちゃうんですよ。低めユニットで。そしたら気づいたらカウンターが来るだけなんですよね、親衛隊は。そう、だから。まあ、デッキにはよるものの、このデッキは、ババ小屋、小屋があるので、小屋を置いてから親衛隊展開が理想ですね。言いにくいな、おい、こいつ。そう、よーい相手暇すぎるやろ、手札。ね。8枚ホバーなかなかの暇人っすよ。まあ、タルボバだったから、メガナイト、メガナイトリボバーホバリングロイホグとか、まあ、そんな感じだと思いますね。オッケーオッケー。さあ、これはね、どうだろうな、ね、ラムライダーあんま使う場合がないかもしれないのと、
あ、てか、マザネクとザッピーがいると思いますね、あと。さあ、なので、このババコヤが、まあ、生きるっちゃ生きるんですけど、相手のホバに徹底かな。相手のホバが厄介なので、僕からしたら。さあ、このエリババの使い方もうまいですよね。ババコヤを壊す。そして、ポイズン型だ。まあ、ポイズン型なのは、スケドラもマザネクもワンパンされないからいいのかな。小屋もちょっと壊されるのは厄介かもしれないですけど、まあ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 、そう、メガナイトエリババのポイズンだと思いますね、メガナイトエリババロイフ。さあ、僕はまあ、ザッピー、マザネク、ホバリング砲、どこにファイアーボール打っていくかっていうところかな。さあ、これ死にたいな。先に展開するとメガナイトで踏まれるんですよね。そう、だからあんまり自分から展開はしたくないですよね。で、ババコエあれば相手のロイフグを守れるんですよ。だから、まあ、僕は無理して攻める必要はないと思いますね。守ってでいい気がするけど、メガナイトリボンの形を組まれてしまうとちょっと怖い。ファイボ使ったからロイフグは全然あるけど、そうっすよね。で、これちょっとポイズンとかワンチャン低いとくるので、スケドラとヒースピでね、綺麗に守りたい。よし、いやー、ババコエいいっすね、これ。で、相手が先にメガナイトとか割いてくれた。で、ここでポイズンとか使ってくれたらいいなぁなんて思いつつ。いや、使ってくれたんすけど、ちょっと待って、受けがね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 。さあ、時間を稼いで、いや、相手のあのホバやだな、あれ。ホバやられてくんねえかな。うちのスケドラいけねえか、あれ。スケドラじゃねえ。さあ、まあこんな感じでちょっとホバリングやっぱ厄介になってくるんで、ホバリングにね徹底して5打っていきたいのと、ポイズンっていうのがちょっと嫌ですね。あの5だったらねもうちょっといいんですけど、よしよし、これ逆サイに持っていって、あ、待ってこっち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 、よし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 、いや、いい待って、いや、スケドラ、これマザネクいらんかったな。あ、攻めファイブでよかった。これ攻めファイブだったらめっちゃよかったくない？いや、待って、思ったよりなんか、ババが頑張ってる。いや、相手の攻めもうまかったんですけどね、今の。僕がババが置いた瞬間に逆サイ攻めめっちゃしてきてうまかったんですけど、それ以上にババが強い。よし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 。さあ、これホバリングとかかな？ファイブ打つぞ、速攻。そこの攻めたれでね。世界を変えるのと、いいファイボ、いや、いいファイボ、オッケー、いいファイボ、よしよし。で、ファイボ使ったら相手のロイフが来るから、ここで1コスで回してババコエ置きたいですね、僕は。よしよしよし。で、ババコエ置いてると相手の攻めが通んない。で、これ端前めがないと絶対来ますね。と思ったけど、どうだろう、来ないかもしれない。いや、来ないかもしれなかったな。まあ、ここは新入り手で守って、相手のあの魔女殺してな。オッケー、魔女だけやって。魔女だけやって。うわ、魔女だけやって。バカ。いやー、さ、タイブレイクになってきますね、こうなると。いや、怖えな。相手のロイフグ入れたらダメだからな。でも相手のあれが嫌なんですよね、僕は。ポイズンが。ポイズン決意がちょっと強えな。よし、まあ置いて、これは突破されないんですよね。で、相手のあれに死に当てて、OK、カウンター、マジでカウンターある。本当に、これは勝てる、マジで。あそこ、メガナイトを飛ばして、いや、ラムライダー飛ばしてからのファイボで、相手多分これ左に目が、そう、使ったら右が止まんないんですよ、これ。僕だけが見えてる右サイド。よしよしよし。いや、待って。で、ロイフグを考えたら、これババコエですね。やばい。で、僕はちょっと1コス系で回して、やばい。ファイボボーイしないと、ファイボボーイして。やばい、待って、外した、バカ、待って、外した。あ、やってもうた。あ、今、見ました、僕の。これ、負けたらダメっすね。あ、さ、勝ち確だったのに、エリババにファイブ外しましたね。いや、これは、勝てましたね。はい。気をつけてくださいね。こう、多分皆様あると思うんですよ、最後の最後にね。あれ？やってもっと大逆転されたみたいなね。僕、この前も、勝ち確からゴブリンバレルをね、防衛ライトで守って、ライトニング防衛して、大逆転されるっていうね、事態がね、ありましたので、皆さん、最後の最後ね、集中しっかりして、負けないように気をつけてください。というわけで、まあでも結構ババコが強かった印象あるので、ぜひね、これも使ってみてください。というわけで、終わります。よければチャンネル登録、高評価、ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。